ハニュー・ユズルは未来を作る絶対王者との対話第6部類までなメンタル5数々の快挙を達成し男子フィギュアスケートを牽引するハニュー・ユズル常に挑戦を続ける桁外れの精神力と自らの理想を果敢に追い求める情熱を持つアスリートの進化の歩みを振り返る世界の公敵種との歴史に残る戦いや王者が 切り開いていく未来を長年密着取材を続けるベテランジャーナリストが探っていく2018年ピョンチャン五輪に向け重要な意味を持っていた逸話前年のフィンランドで開催された世界選手権そこでは国別の五輪出場枠獲得がかかるだけではなく勝利すれば 翌シーズンへ向けての自信とともに、他の選手たちにプレッシャーを与えられることにもつながる。その大切な2016から17シーズン。羽生ゆずるは、ショートプログラム SP にレッツゴークレイジーフリーに Hope and l という、新たなプログラムを選択。SP は、ロック調で観客とコネクトする。 ライブ感のある演技を目指すもの。そして、フリーは自らの心象風景を静かに表現する。その性質の違う2つのプログラムを演じ切りたいとの思いがあった。ジャンプの構成は前シーズンより難度が高く。SP。フリーともに4回転ループを入れた。 世界選手権前までに5試合を戦い、グランプリ、GP ファイナルを含め参照という結果は出していたものの、SP、フリートもノーミスの完璧な演技はできていなかった。その世界選手権の SP では、最初の4回転ループをしっかり決めたが、次の4回転、サルコーの着氷でバランスを崩して、 左膝をつくミス。その後に2回転トーループをつけたものの連続ジャンプと認定されず、98、39点で5位スタートになってしまった。4回転ループは気持ちよく飛べたし、これまでの試合の中では一番綺麗に飛べたと思うけど、サルコーが痛いですね。飛んだ。 瞬間の感じは良かったのですが、降りた瞬間に、あれ、と思いました。映像を見たら、軸がちょっと後ろに倒れていたかなと。このシーズンは、ずっと悔しいばかり言っていますが、経験を生かせずに終わってしまい、 不甲斐ない気持ちでいっぱいです要素が限定されている SP では、ノーミスは必須。シーズンを通してそれが実現できなかったことに、不甲斐なさを感じていた。だが、その失意を2日後のフリーで吹き払った。フリーは最終グループ第一滑走者。波乳ゆずはしなやかで流れのある滑りを披露した。 少しスピードを上げて臨んだ、後半の4回転サルコーをプラス3回転トーループを、超え、出来栄え点加点に。43点で決めて、勢いに乗り。その後の4回転トーループも成功させた。得意とする、トリプルアクセイルからの連続ジャンプや3回転ウッズも、きっちり決め。シーズン初のノーミスで大会を終えた羽生譲るは、 フリーについてこう振り返った。ショート後はすごく落ち込んでしまって、なかなか立ち直ることができませんでした。でも、チームやファンの人たちが信じてくれていたのが、この演技につながったんだと思います。演技内容を忘れるくらい、一つずつ集中して一生懸命にやれたと思うし、 今の自分を表現しきれました得点は、自身が2015年の GP ファイナルで出した、世界歴代最高得点を3、72点、更新する223、20点、合計を321、59点にして、世界選手権2度目の優勝を果たした。実は、SP 終了後には、 追い込まれたというより、自信喪失という方が近かったとも心境を劣ろしていた。何が原因かがすぐ見つかって、これがダメだったから次はこうしようというのが分かっていれば、そこまで落ち込まなかったかもしれない。SP5 位の結果を含めて、自分がどうしていい感覚の中でミスをしてしまったのか、 結局それが最後までわからない状態での終わり方だったので、自信がなくなってしまったのかなと思います。その自信喪失の状態を救ってくれたのが、ファンからの声援やスタッフ、コーチからの助言だった。フリー当日の公式練習は、試合まで時間が短かったのでブライアン、大沢ーーコーチに抑えていけよと言われました。 ショートの悔しさもすごくあって、思い切り練習をしたいと思っていましたが、ブライアンにしっかり押さえてもらえて、余裕を持った練習ができました。一番滑走だった本番では6分間練習で少し足に疲れが来ていてしんどいなと思ったけど、最後の調整が本番での体力につながって滑りきれたのかなと思います。 コーチのアドバイスを冷静に受け止め、実行した結果だった。さらに本番もスピードはもっと出せたかもしれないと、やや抑え気味の演技だった。自分のジャンプのため、演技のため、このプログラムの完成のためにできる、一番いいパターンだったのではないかと思います。自分の表現力の幅を広げながら、 高難度ジャンプを組み入れた演技構成への挑戦。こうして、ピョンチャン五輪シーズンへ向けての準備を整えていった。第六部終わり、プロフィール、羽生譲るはニュー譲る1994年12月7日。宮城県仙台市生まれ。全日本空輸、ANA 所属。幼少期よりスケートを始める。 2010年世界ジュニア選手権男子シングルで優勝。13から16年の GP ファイナルで4連覇。14年ソチ五輪。18年ピョンチャン五輪で連続金メダル獲得の偉業を達成。2020年には4大陸選手権で優勝し。 ジュニアとシニアの主要国際大会を完全制覇するスーパースラムを男子で初めて達成した。折山よしみより山としみスポーツジャーナリスト。1953年。長野県生まれ。92年のバルセロナ大会から五輪取材を始め。これまでに夏季、冬季合わせて14回の大会をリポートした。 フィギュアスケート取材は94年リレハンメル五輪からスタートし2010年代はシニアデビュー後の羽生譲るの歩みを丹念に追っている次のオーディオビデオでお会いしましょう